今日はですね、領事ギターレクチャー3回目、曲としては2回目か。今日はアジアンケイオス弾きます。弾くっていうか教えます。ぜひ皆さん楽しんでってください。じゃあとりあえず1回弾きますね。明る明る弾きますね。わーわーわー明る明る弾きますね。こっちがハウルやんか。こっちがハウルやんか。ちょっと待って。ハローハローハロー、いくぜ。Oh, thank you. So this song tuning is regular tuning. Regular tuning is この曲。見えるかな？ギターの位置大丈夫かな？構成間違えた。あの短い方だった。ちょっと待ってね。途中くらい。
はい、とりあえずここら辺までがアジアンケイオスのほとんどのフレーズ弾いてる場所です。すいません、途中ね、この曲ね、シングルの方ちょっと曲短いバージョンがあって、そっちの方あの忘れてて、長い方弾き途中弾きそうになっちゃいましたね。はい、ってのが感じなんですけど、聞いての通り結構早いです。まずこんばんは、こんばんは。じゃあまずイントロね、これ俺のシャウトから入るけどね。そう、このパートなんだけど、これはペンタトニック、 Em ペンタトニックを分解して16ピッキングで弾いてます。で、これなんか肝なのは210なんですよ、テンポが。なのでとにかくもう必死こいて右手動かすしかないって感じです。ちょっと近くで弾きますわ、こういう感じ。こういう感じっていう感じをわーって右手頑張って早く動かすっていうのがコツなんですけど、でこれもあらかじめこのペンタトニックが頭に入ってると覚えやすいと思います。あとはもう右手のとにかく速さ、この速さを鍛えるしかない。うん、でこの曲すいません長いんで全部は多分教えれないと思うから、箇所箇所はしょる部分もあると思うけど、もし全部弾きたい人、概要欄にこのギター、この曲の、ギタースコアあるんで、それ買ってぜひ、見てみてください。ノンアルコールビールです。はい、じゃあ次このフレーズが多分この曲で一番大事なフレーズだと思います。メロディーなんですけど、一番気に入ってるフレーズで、この曲の作ってた時にも一番このフレーズができた時に何でしょうね、最後まで作ろうっていうモチベーションになったメロディーですね。でこれも Em チョーキングとビブラートが大事で、まああんまり別に僕の真似しなくてもいいんだけど、僕の癖としてはメロディー弾くときはこのフロントピックアップ側この辺で弾くようにしてます。音が好きなんで。ちょっと音違うんですよね。で僕はこっちが好きです。はい。でこれ A メロは次弾くんですけど、ツインギターの掛け合いになってるんですよ。タラタラタタンタンタンみたいな感じで、こう、分かりやすく言うとこうオーケストラのこうオーボエとかなんかそういう管楽器のこう、割り振りにちょっと近いような感じです。はい、今のね。で、これ僕ね、今タブ譜もちょっと出してて、こういう感じで画像見えない。これで僕のパートを消すと、
これで新海さんのバトン。で、次のパート俺弾かないから。で、新海さんのパートがこうなってるんですよ。で、これが掛け合いになってて、じゃあ僕のパート僕実際に弾きますね。で、これあのさっきのバージョンだとこの入りっていうのが入るんですけど、こういうフレーズ、Bメロ入る前がこういう感じですね。で、Bメロが次弾きますけど、なんだろうな、こういう感じ。最初は早く弾きますね。あ、ごめん、これコメント俺全然覚えてないんだよな。どこで見れるんだろうな。こういう感じ。Eマイナーを、Eマイナーって全部弾いたら、これを最初パワーコードで、後半の高いパート。次この不協和音をわざと使うんですよ。で、その後なんかこのフィーリングって多分あの日本独特な感じで、こういうね、こういうフレーズのフィーリングに近くて、あの日本の民謡とかで使われてる、スケールをわざと使ってます。これもそうですよね。こういうね、桜桜とかからのこういう細かいそのちょっとしたオブリガードっていうのは影響を受けてますね。はい、じゃあ弾いてみます。いきますよ。はい、ね、最初こう。最後が、これはベートーベンの月光のパターンとすごい似てて、ベートーベンの曲カバーしたことあるんで、その時に発見というか、学んだようなフィーリングをギターで弾いてみた感じ。はい。で、次サビ、サビがこういう感じ。どこ？で、どこや？これか。はいはい、行きます。ちょっと待ってよ。わからん。先行き過ぎてるな。まあ今みたいなフレーズなんですけど、こっからか。よし、もう一回行くよ。もう一回聞きますね。
これもペンタトニック。このペンタトニックを、音階のスタートの位置によって結構なんだろうな、桜が見えるような日本っぽさが出ますよね、このフレーズに。ここ好き、うん、俺も好きなんですけど。で、すごいハイフレットだから常に指を立てることを忘れないように。じゃあもう一回弾きます。はい、こっからそしてあの怒涛のとソロ前の、ちょっとメタルっぽくなるところなんですけど、こういう感じ。うん、まあここはね、あのそんな難しいわけでもないし、特に突筆して何か言う感じでもないんで、弾きたい人ぜひ楽譜買ってください。 So if you wanna playHorse song, so I wrote, you can buy this song's guitar score from our official web, so please check to our details. はい、ということで、次どこやったっけな。ダダッタ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 ね、まあ一応弾きますか、こういう感じ。ここはすごい、僕ね弾いてて楽しい場所。いきますよ。で次もちょっとややこしいのが、要はパワーコードを分解してる。これだけだったら面白くないから、こう分解して、これもちょっとあの日本っぽさの出る、音階の一つです。はい、で次のソロに関してなんですけど、次のソロはぶっちゃけこれレコーディングの時はインプロバイスですね。はい、 So next solo is actually not you know, I wrote by improvise. で、これちょっと注意してほしいのが Am に変わるってところなんですよ。 So it will change to from Em to Am。そうでしょ、 Em だったのが Em にガラッて転調するから曲の雰囲気がここで変わるんですよ。で、ここは正直言うともうあのアドリブなんで楽譜見てください。僕もね説明するのすっごい難しいし、言ったところで分かんないと思うんで、でもとりあえず弾きますね。
で、途中の途中で、E マイナーに変わるんです。So it will be back to、E マイナー。So where this solo? で、その時、例えば、メカニカルな結構、ソロとかも出てきます。これ。よくあるような。とか、あと僕の結構これ得意としてる、スイープではないんだけど、すごいあのギゼで最近よく使われてる。そう、これは、僕ね、一回ね、琴の開放弦のダラララランってやつの音階を調べたんですよ、自分で。で、そしたらこれだったんですよ。で、これを、で、ギターで、当てはめたところ、こうなったっていう。So, this phrase actually from, Koto's arpeggio. So, I leap up from Koto.Koto's phrase. はい、お待ちかね。次はね、スラッシュメタルなパートです。本当はね、スラッシュメタルっていうぐらいなんで、ダウンストロークで弾いた方が。弾いた方が本当はいいんだけど、僕ね、得意じゃないんですよ。なので、ライブとかでは、ダウン、アップ、ダウン、アップ、アップの時にミュート外してます。で、ただレコーディングの時は僕はダウンピッキングで弾いてます。ちょっと今頑張ってダウンピッキングで弾きます。早すぎる。僕は苦手、すごい苦手なので僕はで、途中は16ピッキングまた出るの。全部ダウンはきつい。あのね、これ僕の持論なんですけど、メロデスバンドってなんかあえてダウンのところを、ダウンのが良いであろうっていう場所をあえてオルタネイトで弾く人たち多いんですよ。なぜかアーチエネミーもチルドレンボトムもインフレームスもなんでか知らんけど、多分オルタネイトにするとちょっとその粗さが意外と実は味になると僕は思ってます。ちょっと聞き比べてみて、さっきダウンだったと思うんですけど、次オルタナイトで弾くんで。途中って結構難しい。今ちょっとダウンでトライしてみたんですけど、スパチャありがとうございます。これは本当はこれもダウンアップを使った方がなんか勢い出て僕は好きです。何弾きづらいかなと思ったら、僕途中ねソロでチョーキングしてるんですよ。ここチョーキングしてるパートですか。Sorry, my lesson is in Japanese. So, but if you wanna
translate in English, I'll try. So this phrase, usually so it's downstroke is better than alternate, but I choose alternate because I really like alternate's atmosphere like that. But you know, if you wanna play downstroke, it's actually it's good. It's more sounds like a thrash metal. Yeah, honestly, this song's little bit seems like a battery from Metallica. Yeah, I influenced from Metallica, this part. Then next will be guitar solo. So 次あのソロなんですけど、次のソロはさっきのソロと違ってアドリブじゃないんですよ。ピアノで作ってるんでちゃんと音階がはっきりしてます。なのでコピーするならここは結構簡単だと思います。簡単ではないけど楽しいと思います。Yeah, dance will make it sound better. Yeah. But you can choose. And if you wanna try to whole song, so you can buy this guitar score from our website. じゃあ弾きますね、ソロね。こういう感じね。いきますよ。はい、今のパートここは一回ねこれ楽譜で一回聞かせます。ちょっとこれ見せるんかな、見せてみようかな。ちょっと待ってよ、変えれないのかこれカメラの位置。よし、えい、こう見えるかな、見える、ここなんだけど、これね、これここなんだけど、でちょっとスピードダウンさせますかね。スピードダウンはちょっとだるいからスピードダウンはしないわ。いきますよ、ちょっとよ、ここそう、こういう感じなんですよ。譜面ありがたい。これ僕の楽譜買ったら、こういう、ギタープロっていうスコアでこうやって音流しながら聴ける楽譜になってますんで、iPhone アプリでね、800円ぐらいで買えるんじゃないかな。細かいけどやってることでそんなに難しくないです。こうです。これの繰り返し、これもペンタトニック、こういう感じで、これをこういう感じね、これもわざとそのペンタトニックの音階を意識して、譜面ピアノで書いた、フレーズです。で次まずねこれ多分聞き覚えあると思うんですけど、これはショパンの幻想即興曲のオマージュです。 So this phrase, you know, actually I lived fromChopin's Fantasia Improvise. I don't know. Sorry, I don't know English name. You know, こういうこの曲です。こういう、ここはこの曲のあれなんですけど。
で、その後は普通のスイープ。はい。はい。で、次。ルル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 っていう場所は、これも実は、元ネタというか、そのベートーベンの、月光の第三楽章のパートを僕が昔アレンジした時のフレーズですね。だ厳密に言うとベートーベンではないです、あの音階がこういう感じ。こういう感じですね。っていうのをちょっと聞きながら、このソロもう一回聞いてみてください。最初がペンタトニックの、タッピングとハンマリングのこういうやつで、次がショパン風のフレーズが入ってベートーベンに移り変わるみたいな感じなんですけど、っていう感じです。あ、ギリギリ30分オーバーしちゃったな、すいません。今日は、ごめんなさい、あんまりコメントをいっぱい読めてあげれなかったんですけど、こんな感じでございました。楽しんでいただけましたでしょうか。 So did you enjoy today? So sorry I use Japanese, but probably you'll be fun because my guitar was spoken. And if you want to get this song's guitar score, so you can buy from our website, so you can to check to, from comments. です。この曲、楽譜売ってるんで、もしさっきの画面みたいな感じで全部弾いてみたい、トライしてみたいっていう方は、ぜひ、買ってみてください。で、これさっきも言ったけど、テンポちょっと落とせます。ちょっとやってみようか。すごいだいぶ下げたんだけど、こんな感じ。テンポ下げるとこうやってゆっくりもできる。下がってねえじゃね下がってない下がってなかったね、申し訳ないね。こうしよう、これでどうだ。これで結構下がったと思うけど、いきますよ。こうやったらだいぶゆっくりかな。なんでここでちょっと待ってね、こういう感じかな。えい、いやー、なんでここだけピンポイントで上がってんだろうな。はい、こういう感じかな、こういう感じかな。よし、やってみよう。こうやってテンポが結構、ゆっくりになります。ちょっと画面見せるよ。改めてギターマニュアルやろうと思うほどかっこいいです。あ、嬉しいです。ギターレッスンもやってるんで、ぜひ、もしやりたいなら連絡ください。ちょっと見せますね、こうやって。こういう感じでゆっくり、もう演奏できるんで、ぜひぜひやってみてください。やってます。ギタープロ楽譜おすすめです。そうですね、着物ってわけじゃないです。これアジアンケロスの時に着てた羽織みたいなやつですかね。はい、ということでありがとうございました。またまた、ギゼの領事でした。